最速来た時にガン全力で謝ってる。絶対勝たせますっつって。前マザーさんと言った時ボロ勝ちでしたっつって。俺はエルダーフレームダガーが一番かっこいいと思ってる。ワンパンマン打ってさ、隣にさ頭スキンヘッドのおっちゃん来てさ、ワンパンマンですとか言いながら打ってさ、かっこうやって肩組んで、今度ゆっくりねっつって、写真、あ写真今度ゆっくりねっつって、今度結構俺やっちゃってんだよね。なんかこれ大人、いい大人になって言っちゃいけないことだとは自覚、完全に自覚あるんだけど、まあそんなの取り繕う人間じゃないんで言ってしまうと、俺結構やっちゃってんすよね。なんか昔から登録してるやつって店頭に行かないと支払い方法を変えれなかったりするから、大人になってからやってるやつは絶対そういう風にならないようになってるんだけど、昔から登録してるやつって個人口座からの引き落としだったりするから、個人口座俺5000円しか入ってなかった。俺ブラックリストに入れられてるかもしれない。言われたらすぐ払うようにしてるんだけど、危ねえな。そのうち支障来たすかもしれんな。賃貸契約できなくなる。でも通ったってことは俺入ってないのか、ブラックリスト。心当たりがあるとすれば、俺はもう最速来た時にガン全力で謝ってる。許してもらってるかもしれない。まあ謝るならしゃあないなっつって。怖いなぁ金の関係って。一回のミスでそんなしょっぴかれるの怖いなぁ。まあ当たり前か。金の切れ目が縁の切れ目などという言葉もあるぐらいです、あるぐらいですから。当たり前か。怖え。パチンコ、パチンコ久しぶりに行ってきてさ、俺普段行かないんだけど、レンジローさんとやっぱ関わりあったじゃんね。その流れで行ってさ、絶対勝たせますっつって、絶対勝てますってさ、絶対勝てるパチンコなんて絶対楽しいじゃん。マジっすか、教えてくださいっつって、前から約束してた、しててマザーさんも一緒に行って、絶対勝てますって。前マザーさんと行った時ボロ勝ちでしたっつって。なんか一応金あったんだけど、ちょっと下ろしときますって言ったら、でも今日、そんないらないっすよみたいな感じで言ってさ、額を言ってしまうと、まあ財布に5万入れてったんだよね。いやでも絶対勝てるんだよ、ほんと大丈夫ですよって。最初1万しか持ってなくて、2万かなしか持ってなくて、まあ怖いじゃん。パチンコって怖いイメージしかないから俺。クソ吸われるイメージしかないから。5万持ってって、いや勝てますよって言うから、東横の横のね、ファミマで下ろしてって、セブンだ。セブンで下ろしてって、まあ一応下ろしておきますって。ほぼほぼストレートで全部負けた、全員負けた。デンジローさんだけ一回当たってたけど、俺ら最初の取り決めで全員のあれを共有しようって話になって、それも丸々吸って一瞬で終わった。全負けした。マジでグロい。パチンコマジでグロい。スロットとか結構健全かな、本当に。スロットとか、あれなんよな。持ちがいいっていうか、持ちがいい。長時間遊べるイメージ。スロット、俺、絆2はやったことあるんだよね。バジリスクだけは打ったことあって。まあ、そのぐらいしかやったことないんだけど、何回か打ったことあって。スロット結構長持ちするわ。一瞬過ぎてちょっとびっくりしたわ、パチンコ。怖すぎるわ。マジで、ありえない。そんなペースでさ、1万、2万って飲まれていくの。すごくないか、みんなそれやってるの。やばない、本当に半端じゃないからね、飲まれるペース。スロットの方が勝てる気がする俺。なんかわかるくない、1万円ぐらいで天井いけるかもなとか。まあ1万円で天井なんてなかなか落ちてないけど、そんなものはほぼないけど、まあ言うてでも2万ぐらいでどんなに悪くてもビッグボーナスは来るみたいな。天井ないからやばいわパチンコ。そう、最後に当てて終わろうなんだよな。スロットは。回収して終われるんだよな。パチンコ最後までしゃぶられ続けて終わる。びっくりしたわ。えげつね。俺、昔から母親に、スロットパチンコ絶対すんなって言われて育ってきたけど、あれやったら確かにそうなるかも。まともな、待っとって。普通に入り4、5万持ってかれんだよ。何時間だ ?4 時間だよ。やべえ。ガチャよりマシ。
まあまあまあ。まあ、どっちもどっちだな。ガチャもガチャで、まあまあ。まあ、俺でも、ソシャゲの課金は結構したことあるからね。なんも言えねえや。楽しかったで、でもしてる間は。してるときは楽しかったけどね。人間関係のある、ソシャゲ課金すればするほど自分の首絞めるんだよな。いろいろ求められるから。プライベートでやってるゲームでそんな求められたくねえよと思ってやめた。バロのスキン課金いいじゃん。でも、バロのスキン、あのさ、なんか、ブランドみたいじゃない？後から出たやつ、後から出たやつ、なんかつけていかないとおしゃれじゃなくない？なんか、やってる人みんな新しいスキンつけてんじゃん。なんか今このスキン流行ってるなみたいなのについていけなくない？古いの使ってると。俺はエルダーフレームダガーが一番かっこいいと思ってるんだけど。なんかでも誰も使ってねえしなーっていう。なんか今みんなバタフライだしなーとか。そんななんか、おしゃれできないから、おしゃれできてないなってなる俺。ちょっと今のおしゃれに追いついてないなってなるんだけど。バロのあれ、ナイフ。トレンドに ついてきてないなって。なんか次から次へと買うのって使えないスキンとか絶対腐るスキン出てくるから、まあコスパは良くないかもな。次から次へと買ってると。安くはないからな、あれ。1個いくらすんだ？ 1 万ぐらいすんのかな？一番高いスキンも。ナイフも。貸したかったな、でも。まあでも負けて終わってるぐらいがいいんだろうな。中毒者にならずに済みそう。世の中でパチンコにハマる人とハマらない人の違いって初めて打った時に大勝ちしたかしないかだと思うんだよな。初めて打った時に勝っちまったら多分帰ってこれないと思うわ。それは仕方ないことかなって思う。なんか、やばいもん。勝ってる人見ると。隣で打ってる、ワンパンマン打ってたら隣にさ、頭スキンヘッドのおっちゃん来てさ、若い女の人連れた。ワンパンマンですとか言いながら打ってた。なんか、マザーさんすげえ話してた。ワンパンマン、すげえ話しかけられてた。頭ツルツルのおっちゃん来てさ、わいがワンパンマンやみたいなこと言ってた。すげえ、すげえ話しかけられてた。しかも、連れてる女の人昼間から酒飲んでたし、その人がボーナスあってレンジローさんハイタッチしてた。パチ屋の治安悪い。マジパチ屋治安悪いわ。俺は声かけられなかった。でもさすがにね、レンジローさんはホームだから、俺たちゲーマーが秋葉にいるようなもんでしょ。3組ぐらいに声かけられてたね。打ってるだけで。さすがに。マジでゲーマーが秋葉で打ってるような、遊んでるようなもんだからね。ゲーマー、秋葉。まあ、一昔のイメージなら。秋葉とかにいると俺はよく声かけられたかな。この前家のすぐ近くで声かけられたわ。自転車に乗った若い男の子が来て。俺の顔見て自転車パッと止めたから、あ、これ声かけられるなと思って。俺も、振り返って、握手だけして終わったけど。暑いからマスクとかつけてなかったんだよな、俺。だからかな。よう分かったな、と思って。まあ、大丈夫よ。顔覚えたから。家の近くつって、あそこ、じゃあ、あそこ家の近くだったんだな、って。バレるけど。嘘嘘。どっちみちだって歯医者行くってツイートしてたもん。でも俺、実家の近くのコンビニの店員さんに声かけられた時に、あ、そうですって言いながら名札の名前を覚えたことある。マジ終わってる俺。癖になってんだ。マジ終わってる。大体声かけてくる人は絶対そういうことしない。絶対にしない。なんか言われたことないかな。なんか、配信とかで言われたことないかな。あそこにいましたねとか、そういうの。さすがに家の近くだと写真とか撮らないけど、撮れないけど。お願いされたけど。万が一あってはあかんから。なんか、そういう声かける、外で声かけられた時の対応で、DJ4 がかっこよかったから、DJ4 が声かけられたら、こうやって、ウィンクしながらこうやってやって、こうやって肩組んで、今度ゆっくりね、つって。写真、あ、写真、今度ゆっくりね、つって。今度っていつやと思いながら俺聞いてたけど、かっこいいから俺も写真撮ってくださいって言われた時、今度ゆっくりねっていう風にしてる。男だったよ、あれで。今度ゆっくりで、いつやと思ったけど、かっこいいなと思って。今度ゆっくり撮るを真似してる。